地に守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。相当の手だれか、油断できぬ。敵強い、我倒せ。私はお前を信頼し、同盟を結ぼうとしたとい、その思いを踏みにじり、この地を攻め落とすとは、何が仁の志か。結局お前も、曹操や長老と同じ、世を乱す非道の輩だ。その天気、いや、劉備殿、先ほど知らせが届きました。宝刀が戦の中で矢傷を受け。なんだと、宝刀、なんということだ。敵は宝刀を劉備殿と間違えていたということです。おそらくは劉備殿の馬を見て取り違えたのでしょう。あの時私が馬を貸していなければ。すまぬ宝刀、すまぬ。彼がいなくなったことは私たちにとって大きな痛手です。ですがここ、わかる、宝刀。
魏公の位を受けた曹操は国力を安定させることに成功。漢中の馬超らも倒し、北方の支配を固める。赤壁で受けた傷を癒しつつ再度の南進に備えていた。一方孫権は劉備と盟を結び、天下への雄飛の機を探っていた。だが孫吾が得たはずの慶州を劉備が奪ったことで関係は悪化。孫劉同盟には早くも亀裂が入る。その劉備は慶州を足がかりに劉将を治める覇蜀の地へと遠征。悲願であった自らの国をついに得た。北の曹操、東の孫権、西の劉備。ここに魏、呉、蜀、三国鼎立の世が訪れた。諸葛亮、蜀という国を得た今、我らは何をすべきだろうか。天下三分の基本は呉と組み、魏を討つことにあります。当面の敵は曹操です。軍勢を北に向けることになるでしょう。益州を取った以上、呉は慶州を返せと言ってくるでしょう。どう対処するつもりです？慶州については関羽殿に一任しています。関羽なん？まだ私たちは職を得たばかり。戦で国が疲弊することは避けなければなりません。故に呉との同盟関係を維持する。呉の慶州に対する執念、劉備殿、申し上げます。我らは生徒を落とし益州を手に、ですが統治者が交代したことで治安もかなり低下しております。益州の北の漢中に曹操が攻め込んで、では各省には今よりいくつか、我が大使、果たしてみせる。漢中で後鳥羽道の徒が暴動を起こした。傭兵館を追われ夜地を失ったせいか、気の毒だが、
地より我らは再起を目指すのだ。貴様らなどに邪魔はさせぬぞ。打ち取ったり出してみせる。またしても夜地を奪われるとは。だがいずれ再起を果たしてみせよう。
低軍団で魏軍が不穏な動きを。でとっちめてやろうか。次の戦でも俺様は必要とされてるんだな。悪いが今日の勝負はここまでだ。大将、討ち取ったり。こんなにすごい人初めて見ましたよ。早速仕事に取り掛かるよ。諸君の諸葛亮ってのは厄介な相手だな。何重にも策を講じて。ことが戦のコツよ。渡してみせる。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。
この領松はどこに運ぶんだ？天灯山で保管する。大井さん、
ないか。果たして見せる。この力は引き上げよう。の奪還はできぬか。やむを得ず撤退しよう。
では、目下の障壁は除かれました。これで国内は安定するでしょう。劉備殿自ら国をくまなく回ってくださるとは、その仁の志、曹操は帝を擁し独断で都を巨匠へと移してしまいました。かつての都長安を抑えれば漢王朝そう。みんな忘れないでほしい。我らの目的は漢王朝を復興し仁の世を築くこと。逆臣曹操を倒し帝を必ずお救いする。長老が曹操こ後はこちらの思い通りに動いてくれるでしょうか。ゴはきっと納得しませんよ。ケイシショゴ、欲得の子らと同じ戦場に立つ日が来ようとはな。願わくはこうなる前に乱世を終わらせたかったが。そんなことおっしゃらないでください。劉備殿と一緒に戦えて俺たちは嬉しいんです。乱世を終え劉備殿の天下を実現する、そのために精一杯力を尽くします。私たちはこれまで鍛錬を重ねてきました。今こそ劉備殿や父上のお役に立ってみせます。二人の心意気私も必ず。さて艦中をいただきましょう。艦中は陣地間の連携が要、面で攻めます。敵の総大将加工園は帝軍山にいるか。補正、お前の策で私を勝利へと導いてくれ。殿から預かった地断じて渡さねえ。爺様も本気を出させてもらうぜ。背中を落と
ちなど記憶には想像もつくない。この策で勝負をつけてやるわ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。我が行くぞ。果たしてみせる。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。このじいさん強いぞ。弓矢に気をつけて進軍しろ。私は重要な任務がある。記憶を相手をしている暇などないわ。照明なんて弓だ。年寄り相手でも遠慮はなしか。さあ、どうなってやろう。いや、こんなじいさんにやられるのは。やっ、はい、この書、皆のおかげだな。大したもんだぜ、兄者。将軍の美しい戦、邪魔をさせるわけには参りません。邪魔はどっちだ。艦中は俺たちがいただくぜ。敵の痛いところをついておくわ。狙うはあの地だ。行くぞ。我が大使、果たしてみせる。なんと無様な。将軍、お許しください。敵将討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。こんなにすごい人、初めて見ましたよ。劉備殿、お一人で活躍しそうです。俺に保温の機会を与えないおつもりですか。やっ、ところで阻まれるわけにはいかぬ。何としてもしのぎきらねば。崩し、全員を損。やっ、
配は定まった。敵の足場を崩し戦意を損。この勝利皆のおかげだな。大したもんだぜ。何じゃ、
職軍を一掃するぞ。父上のため武勲を立てなければ。敵が来ましたね。罠の準備は万全です。ではよろしくお願いしますよ。するしかない。父上申し訳ありません。見事な戦ぶり感服いたしました。ここは引こう。殿に何と申し開きをすればよいのか。攻め寄せた義勇は全て引きましたね。この勝利皆のおかげだな。さすがです。それから来てみればやっぱり職軍だったか。ここを明け渡すわけにはいかん。この地に都市所がいる限りな。犠牲だけは一人前じゃろ。我が大祭あら力ずくで奪い取ってくれるわ。しまった。加工商殿が職軍を投資さえしなければ。口ほどにもないわ。さてわしらは急ぎ進軍せねば。大勢殿から頼まれた逆落とし、この大役必ずや果たさねば。
背後から食軍だと？この先には花崗園殿がいるというのに。我が大帥、果たしてみせる。おじおり相手と遠慮はなしか。さあ、来なくてはな。救援どころか敵の侵入を許すとは。加工園殿、どうかご無事で。敵将討ち取ったり。さても豪快な戦ぶりよ。できたか。そういうのは無謀って言うんだぜ。さあ、来なくてはな。さて、どんな感じでとっちめてやろうか。おお、敵の本陣がよく見えるい。準備ができたらいよいよ始めねばの。今こそ法政殿の策をなすときじゃ。そして敵の度肝を抜いてくれるわ。この勝負皆のおかげだな。待て、豪快な戦ぶりよ。いやいやいや、ちょっと待てって。ここには兵糧があるんだ。勘弁
援してくれよ。そうなら余計に引けない。あなたを倒して平坦を立たなきゃ。俺がこんな連中に遅れを取るとは。撤退だ。どいてくれ。この勝利、皆のおかげだな。さすがです。艦中を取り花公園まで撃った。戦果としては申し分ありませんね。帝軍山を制した意義は大きい。王政の策は実に見事だった。よし、艦中を落としたぞ。義も大したことはないな。山中を駆け回ったが誰もわしについてこられぬか。私たちの進軍と同時に呉が合肥に攻め込んでいます。義はその対応に追われ、すぐには艦中に引き返しては来ないでしょう。その優位
タイ様。艦中に魏軍が迫っています。曹操自らが軍を率いているとのこと。なんと曹操が自ら来たのか。それも計算通りです。艦中は蜀の蓋、魏としては何としても抑えたいのでしょう。どうも引っかかるんですよ。報告によると曹操は合肥を防衛し、しかもですが、あの将いソウソウは艦中を奪われた報復に大軍で攻めよ。こさこれぜわ義軍のこはいいな。このままじゃ艦中を奪い返されちまう。帝軍山の本体が押されている。危険ね。早く助け出さなくては。邪魔をしに来たか。なら腕ずくで排除するまでよ。
炎の道を阻む者は俺が撃つ。いざこの層分裂が相手だ。劉備殿の大使のため負けられぬ。長州参る。我が大使果たしてみせる。報告、曹公殿が拝聴されました。どっか何だ。それではもう増援は望めないのか。今の俺ではこれが限界か。このくらい忘れないぞ。この勝利皆のおかげだな。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。劉備殿こそ真の三国無双です。ああ、味方の増援が来たようです。これで打つ手の幅が増えましたね。各様子見といった良い場所を見つけた。そこに向かって進軍を。命がけの策、
お見せしよう。動けるうちに進まねば。さあ、進軍を。各隊はこんな手を打ってきました。さて、俺たち。そうき。やります。これでも感心しているのですよ。と申す。手加減は我が大佐、敵にこれほどの死者がいたとは、もはや引くしかありません。自由にならぬ体が憎い。敵将討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。劉備殿、お一人で活躍しすぎです。俺に高温の期待を与えないおつもりですか。さすがです。うまくことが運んで何よりです。あなたの助力に感謝します。であらずとも強者とお見受けした。ならば上皇名、全力にてお相手つかまつる。いいでしょう。この月へ武芸でも遅れは取りません。拙者は徐孔明、腕に覚えあらばお相手願う。前進あるのみ。お見事。いずれまた拙者と刃を交える。敵将討ち取ったり。ご立派なお姿感服しました。調査かの者。
戦線を死守する。一歩も引いてはならぬ。俺も共に。この勝利、皆のおかげだな。大したもんだぜ、兄者。
ここを放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。チェッ！ヒーロー、曹操様を邪魔する気だな。そんなの絶対許さねえぞ。我が大将、傭兵間の突破が我らの任務。何が何でも押し通ってやるぜ。曹操様ごめん、おいらやられちまっただ。この勝利、皆のおかげだな。劉備殿、なんと鮮やかな戦ぶり。地を狙ってくるとはな。父上は俺を信じてここを任せてくれたのだ。何としても敵を打ち払わねば。放っておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。心を攻め落とされるとは。これでは父上に顔向けできん。敵将、討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。大したもんだぜ、何じゃ。曹操の子、曹将は撤退。はでは、た殿がやられちまったってよ。なんだって。あそこには兵糧庫があるってのに。覚悟せよ貴様らの首、花公園への手向けとしてくれる。まだ道は私にお任せよ。花公園将軍に美しい勝利を捧げましょう。平坦を立つと劉備もやりよるわ。ならば背水の覚悟で戦うまでよ。劉
今の私はよるべなき将軍。いえ、巣を失った蜂のように叫びましょう。どうしようもない。ルーリー、随分と戦上手になったものよ。まさかわしが引かねばならぬとはな。これ以上戦ってもあだばなとなるだけ。ここは退却することありませんね。やったな、アリジャー。曹操のやつ、尻尾巻いて逃げてったぜ。これで艦中が安定すればよいか。ともあれ、皆よく戦った。我らの勝利だ。スカッとした。早々に目。あなたはこれで満足なんですか。俺としてはこれでよかった。目から領土を奪い、大軍も跳ねのけた。諸君の力。おうよ。もう誰が相手だ。アニジャにもどことなく王者の風格が漂ってきたよな。私は皆の働きに支えられているだけだ。いえ、ぜひ艦中ない、殿下艦中。俺たち、おいおい、より多くの奴らを救う。履き違えてはならぬ。諸君。ああ、孫権殿。私はちょっと、慶州の役割は益州を調和。そうなれば関羽殿はお役御免、生徒に戻ることになるでしょう。久々に三人が揃うんです。そうか。あの桃園の日からロークを共にしてきたのだ。離れて過ごすのはやはり寂しい。一日も早くそうなるよう。艦中に攻め寄せた曹操を劉備は見事に撃退。
この勝利により自ら漢中王を名乗った。慶州を守る関羽は劉備勝利の報を受け、義を討つべく進軍を開始、狙いを繁盛に定める。だがそれこそが曹操の狙いだった。関羽をあぶり出し討ち果たせば三国の均衡は崩れる。すべては関羽討伐を確実なものにするため。曹操は慶州奪還を悲願とする孫権に協力を要請するのだった。当分の間魏が漢中に攻めてくることはないでしょう。次に魏が狙うとすれば、すでに魏軍が動き始めたという情報もあります。もしや雲長に魏を攻めさせるというのか。今慶州の兵力は守備に必要な数しかない。おっしゃる通りです。そこで宝生殿に慶州に向かっていただきます。宝生殿ならば漢中攻略同様。宝生、いかがした？ああ、失礼。このところどうも頭がはっきりしないもので、俺のしてきた復讐の恨みつらみが相当積もっているのかもしれませんね。宝生、無理はするな。お前にもしものことが。諸葛亮。そう、少しの間静養なさってください。そんな気づく。諸葛亮。いつかま。そうですね。